はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の SNS をご紹介するシリーズです。今日は2024年の4月の2日です。今回ご紹介するのは、トランプ前大統領が紹介しておりました、こちらのマーク・レビン賞の番組です。どのように紹介されていたかと言いますと、波外れたエコノミスト、スティーブン・ムーアーによる必見の番組とトラ親分は紹介しています。 こちらは音声を消して私の声を出していく形になります。映像と私の声は同期すべく頑張りますけれども、完全に同期はしませんので、その辺はご容赦いただければと思います。なんとなくイメージとしてこんな感じなんだなと思って映像を見てください。それでは始めたいと思います。私たちの友人であるスティーブ・ムーアはヘリテージ財団の非凡な経済学者であり、繁栄を解き放つ委員会の創設者、 フォックスニュースの寄稿者でもあります。スティーブ、必要な限りコメントしてもらいたいと思います。梅田政権は実際に予算案を提案しましたが、それは彼がこの国をどこへ導こうとしているのか、彼の心と魂が何を考えているのかを物語っています。そして、税務財団がそれを調べたところ、彼の提案した予算は長期的には国内総生産を2.2%削減し、資本ストックを3.8%削減し、 賃金は1.6%削減し、その結果ほぼ80万人の失業者が増加するだろうと述べました。これにより、長期的には米国の所得が1.9%減少し、法人税が28%に引き上げられ、悪影響の最大の要因となります。それは GDP を0.9%、資本ストックを1.7%、 賃金をほぼ1%押し下げ、その結果、ほぼ20万人の失業者が発生するでしょう。そしてそれは延々と続きます。この男は借金を減らした、責任ある提案があると言って逃げています。8兆ドルくらいですよ。それは7兆8000億ドルほどです。そして極左を除いて誰もがそう言っています。この人がここで提案していることは頭がおかしい。あなたの意見をお聞かせください。 そうですね。ご一緒できて光栄です。私はあなたの冒頭のモノローグが大好きです。私たちの国に何が起こったのかを見ると、私たちはジョージ・オエルの1984年に生きているような気分になることがあります。つまりあなたは100%正しいのです。梅田の予算について話しましょう。私はこの仕事を40年間やって生きてきました。 私は40年間の予算を調べてみましたが、通常何が起こるかというと、民主党は、不大れの年になると中道に移り、保守派のふりをします。そして、私は梅田の功績を認めなければなりません。彼は真ん中で動いていません。私たちがこれまで見たことのない大きな政府がここに存在し続けるようなものです。あなたは、 彼がこれらの赤字削減の数字について嘘をついているという事実について言及しました。A、まるで冗談のようです。この大統領は就任わずか3年で10年間の債務予測を10兆ドル、10兆ドルも増加させたのです。それで赤字はどう減りますか 次に税金について少しお話ししましょう。私は昔ながらのレーガン大統領の供給側の人間です。雇用とビジネスを取り戻すために税率を低くしたいと考えています。レーガンは職場でそれをやりました。虎親分は偉大な経済を生み出すために仕事でそれを実行しました。 それを踏まえると信じられないでしょうマーク。梅田の税制計画のもとでは自由の国であるアメリカ合衆国は、我が国の企業に対して、どの国や市国よりも高い税率を課すことになるのです。私の昔の上司であるディック・アーミーは、私が愛し崇拝していた人物で、かつては多数派の指導者でした。彼はよく、リベラル派は仕事が大好きだが、彼らは雇用主は嫌いなんだ、と言っていました。 これはアメリカの企業、中小企業に対する攻撃です。アメリカ企業は C 国やロシア、そして虎親分がよく言ったように、我々の競争相手であるヨーロッパ諸国のような、我々の敵の手に渡り、これらの国々は我々,我々を陰で笑っているのです。まさにそれがここで起こっているのです。これはアメリカにとって最後の予算なんです。マークさん。 それでも彼はそれを組み立てます。彼は言いました。私たちには皆、マルクス主義者のように聞こえます。彼はそれを階級、戦というマルクス主義の言葉で組み立てています。金持ちが企業を狙うようになりました。そしてこれが民主党の今のテーマソングで、支出を大幅に増やしながら支出を削減しているというものです。私たちは借金を大幅に増やしながら削減しています。社会保障制度を壊したいと考えています。 実際社会保障を改革することを拒否しています。彼らは社会保障とメディケアを破壊しています。彼らは自分たちがこの小さな男をどのように支持しているかについて暴言を吐き続けます。梅田はこの国の中産階級に対して一体何をしてきたのか教えていただけませんでしょうか そうですね。梅田が登場して以来、中産階級は貧しくなっています。インフレを考慮するとこの国で今年の,のインフレは、ジミー・カーターが大統領を務めていた1970年代後半以来見られていません。それで彼に何が起こったか覚えていますかロナルド・レーガンは現職大統領を10ポイント上回って打ち負かしました。中産階級が現在、経済的にストレスを感じているのと同じようなフラストレーションを感じていたのだと思います。人々は、 住宅ローンを支払うのに苦労しています。食料品代の支払いに苦労しています。妻と一緒に食料品店に行くと、時々人々が私に近づいてきて、私に怒ります。彼らはインフレだと思っているからです。連邦政府が記録しているインフレ率よりもはるかに高いインフレ率を彼らは感じています。つまり食料の価格、エネルギー価格、ガソリン価格、住宅ローンの支払いを見てみると、梅田、 大統領就任以来20%増加しました。30%も上がっています。しかし過去3年間で何人の人の収入が30%増加したと思いますかよほどの富裕層を除いて多くはありません。マークさん、私の父はよく言っていました。金の価値を殺しても金の卵は得られないと、とても簡単なことです。税金や規制に加えて彼らは文字通り、内年、 期間、ガソリン、自動車を禁止したいと考えています。それはライフスタイルと費用の両方の点で平均的な人々にどのような影響を与えるでしょうか これは、おそらく、梅田が思いついた中で最も愚かなことだと思います。彼はたくさんのクレイジーなアイディアを思いつきました。しかし、視聴者にこのことを理解してもらいたいと思っています。梅田はあなたの車を取り上げることについて話しています。これはガソリン車との戦いです。そして彼がしたいのは、消費者や自動車購入者に望むと望まざるとにかかわらず、電気自動車を購入するよう強制することなのです。 私は電気自動車に反対しているわけではありません。テスラに反対しているわけではありません。私は何人かの親友に会いました。この国では人々には選択する権利があると信じていますよね。つまりなぜ政府はどのような車が購入できるのかを教えなければならないのでしょうか。現在道路を走っている電気自動車はわずか1%です。車のうち電気自動車はわずか1%。 巨額の補助金を注ぎ込んでいるにもかかわらず、電気自動車は販売台数のわずか6から7%程度です。だからこの件に関しては人々は怒ると思います。フォードや GM のような自動車会社に生産を認めていないため、自動車の価格は上昇するでしょう。つまり、これは非道な行為であり、人々はこのことに異常にイライラしていると思いますし、自分の車を取り上げるな、とかなりの反発が起こると思います。 人々は私に言います。彼らは、あなたの車をあなたから取り上げるつもりはないんですよ。と。マークさん。 送電網はこのために設定されていません。停電が起こるでしょう。エネルギーの廃棄をするつもりですか車両と充電ステーション。彼らはこれに対する準備ができていません。寒い気候や凍えるような気候に対応する準備ができていません。これらは非常に危険な車両であるという、いくつかの消防署が私たちに告げたでしょうか。彼らがあらゆる種類の毒素を爆発させても、人々を車から降ろすことはできません。 そして彼らは経済学ではなくイデオロギーによって動かされているため気にしません。彼らはアメリカ国民に自分たちの意思を押し付けているのです。学者さん。 国の経済を破壊したいとか、エネルギー供給を破壊したいとかには関係なくです。人々はこれを知っておくべきです。彼らは私たちのエネルギーの80%を供給する化石燃料産業を狙っています。そしてもし彼らがこのグリーンエネルギー戦略を追求すれば、この国には産業が残らなくなるでしょう。という番組でございました。以上、今回はここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。